って開けてみないですよ、隅まではなかなか。だからあの大高さんのね、はい、あのご家族だって、うん、押し入れ開けてみなければあの作りかけの直帰、ね、あれがあることすら忘れてたはずなんだよ ね。だけどいざ引っ張り出してみたらバーッとそれが自分たちの生活の歴史をこう、まあ、紐解くきっかけになった、うん、だからあのお母さん作りかけのね、うん、ちょっとまた完成させたじゃないですか。きっとお孫さんが這う日があるんでしょうね。そうするとあの子供たちも自分の家族の歴史っていうものにこう立ち戻って、であのね思い出話をしているうちに思わず泣いてしまった家族、あれでおそらくねまた家族の絆っていうのがカチッと固まったと思うのね。だから宝物ってやっぱりあの心の中にありっていう感じかな。それがどんどん古くなったものが家宝なのかな。そうね。だからまあね皆さんのお宅でもね一つ押し入れの中もう一遍探してみると意外な宝物を見つけるかもしれません。